とりあえずデイカさんには会いたい。あとはステージ1で絶好調にしておくっての手かな。ラッキートレジャー、いいことが起こりそうな予感。ほい、そしてこっちかな。ほい、でぐるっと回って行っちゃいますと。ほい、金縛り、嫌なとこで金縛ったな。あんま行きたくなかったのに、動いてくれてた方がよかった。しかも選球眼はないと。とりあえずゴールで、ステージ1はこんな感じ。まあでも絶好調になったから、伸びしろはあるんじゃないか？ステージ2。どうしよう。こっちか。ここをぐるっと、なんか総力やたらと上がりそうだな。この流れで行くと。ほい。総力アップ。じゃあゴールディア。ゴール。でも補給30台に持っていくのも良かったかな。ステージ3。まあ、やってしまったものはしょうがない。選手が追い詰められている。会っておこう。総力、守備。回復もなんかちょっといまいちなんだよ、今日は。新パワー超人伝来た。17アップってやべえな。一気に17も上がるんだったら、それ、ありがたいわ。とりあえずこれで金縛り、まあ、回復でもこの際、ありかな。とりあえず戻ってきて。どうだこれ。いやー、行ってみよう。ダメだこれ。危ない。動いてくるんだったらちょっと考えたけど。まあまあいいや。ステージ4。とりあえず絶好調維持でバレンティンパワー比かなんか欲しいぞ。ほい。来るかな？でもまあ、広角でもありだわ。さらばラッキートレジャー、君のことは忘れない。ならばここはカレンさんが来る。ミートが上がる。守備も上げておく。念のため高速チャージ。どうしようかな。絶好調は維持したいからシャッフル。こっちか。10回復、うまいね。ちょっと1,2,3、無理か。こういけば、でもロックオンはないな。ちょっとパワーだけ取って。はい、さあ帰ろう。ゴール。オッケー。カレンさんのロックオンをうまく回避してラストステージ5にかけます。博士とかいねえかな。もうこうなったら、まあいないんだけど。いたらもうそこにかけるしかないなと思ったんですけどね。こっちだ。宝箱は消えないから焦らずに青を取っていこう。カレンさん一旦待ってくれりゃ俺物にしたのに。耐えた。よし、逃げ切った。まだ野球マンも来てないからそろそろ来てもいいよっていう。おい、来てもいいよっちゅうか来てくださいなんだけどね。これまたマップの形が変なんだよな。おい、おい、痛いんだよな、これ。痛い。とりあえずこっちか。はい。もう生き残ることを先決にしていかなきゃやっていけないわ、これ。せめて、なんか野球超人伝がなんか来ないと割に合わねえぞ、これ。もう肩でいいや、もうこれ。はい。で、これでさ、会えない。野球マン、もっと早く来て。今じゃねえ。いや、でもかけるか。ほい。よし！なんとか出会えたかなら可能性はある。行って、もう一回選手に会ったかな。1。で、これで、ダメか。ゴールで。弾道がね、2位あればなんか考えたんですけど、ちょっとこれはどうなんだろう。左投げ、左打ち？外野手。変えてえな。パワープロ2018はどうなるんでしょうかね。なんかその後々で、ポジションなり、なんか気球で、直せるようになったら嬉しいんですけどね。どうしよう。ちょっとこれは、そうですね。例えば、チームは違うけど、ソフ版で、中村選手なんてどうだろう。弾道さんじゃダメだな。ヤクルトの山崎幸太郎ってどうだろう。ちょっと気になったんで、見てみましょう。あれ？収録されてない？まさか。いや、いるわ、よかった。
総力 B か。総力 B、型 C、総力は D。あー、ちょっと違うかな。もう同じヤクルトからだからありかなと思ったんですけど、ちょっと足りんか。そうですね。なかなか。おっとと、ちょっとさせ、マイクの方がずれてしまいました。そうだな、西武の鈴木翔平選手なんてどうだろう。あ、いた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 。これかな、鈴木翔。あ、でもやっぱ総力 B か。それぐらいあるんだよな、みんな。なんかどうしてもちょっとこうしっくりくる選手がいねえんだよな。基本的に外野手ってパワーか総力か何かしらどっちかがないとやっぱりちょっとしっくりこないパターンが多いので、特殊能力的にどうなんだろうこれ。広角か。広角っていいんだよな実際。広角のこれ弾道1なのはちょっと気になるけど、だから好き勝手か。好き勝手サクサクセスより、そうだな、外野手、左投げ左打ちの外野手なんかいたな、そういえば。あ、いるじゃん。じゃあちょっと彼、この人にしましょう。岡田由美ラブさんのリクエストですね。メジャーリーガーのように自分を作ってくださいということで、広角持ってれば結構やってくれるんじゃないのということで、じゃあ操作していきたいと思い、変えていきたいと思います。文字足りるかな、足りそうかな、ギリギリ。ゆみ、ゆの字はあれか、これか、ゆみ、そうだね、ゆみで LOV で、はい、小文字なんだよな。まあそれ別にこだわれないか、多分。どうなんでしょう、 LO ロブ、LOV ラブ、スペル間違ってたら恥ずかしいやつだよこれ。でもまあどうしよう、 OK。じゃあちょっと、これで行きましょう。メジャーリーガーのような自分を作ってくださいということで。おい。まあ、でも状況良かったんでね。なかなか後半伸びが良かったんで。ということで、それでは完成とさせてください。まあ、なんか結構ヒット打ってこれそうな予感ですよね。ということで、アップロード。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあね、次回も頑張っていきたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。